からと許されないなら、髪の毛が長いと許されないなら、今の私にどうもありがとうございました。最後まで、通路に立ったり、サイド側に立ってくれた人も本当にありがとうございました。僕たちは去年から今まで丸1年間ずっと、歌を歌ってきたんですけども、この戦争を知らない子供たちっていうのが僕たちのただのデビュー曲でならなかった、みんなの中の歌になって、その中に僕たちがいたっていうのは、そういう雰囲気になったということをすごく嬉しく思ってます。これからもですね、皆さん PTA とか町内会の会、ね、サークルのなんかいろんなものがあった時には、僕らが歌ってた歌をですね、忘れずにやっぱりいつまでも、思い出してほしいと思います。今日はどうもありがとうございました。